はい、ミンゴルファー木村です。今日は10月の24日の木曜日ですね。すいません、結局ね、木曜日になってしまいました。昨日ね、ちょっとリアルゴルフ行ってたんですけどね。さあ、ランキングトーナメントやっていきたいと思いますが、チケットが1枚しかないですね。昨日夜やってたんですけどね、なかなか取れないですね、5アンダーがね。ということで、現状ね、3400位ぐらいでしたね。まあ、ちょっと一回だけやってね。まあ、ちょっと仕事の都合でそう時間ないので一回だけやって、で、まあ、東西戦、模擬東西戦のね、現状もちょっと報告しがてらというような感じでね、今日の動画をアップしたいと思います。皆さんからね、パットのブレについていろいろとね、お話し合いがされているような感じのね、コメントを見られているかもしれませんけども、まあ、結局運営さんからの回答は、パットのブレはね、パットコントロール値に影響すると。まあ、いうことが結論らしいのでね。パットも500以上のね、設定するのは難しいですよね。さ、最初のホール、ここはね、祝砲で、もうブレはね、しょうがないというか、確認をするということも含めてね、そのまんま打っていっております。まあ、ほぼほぼまっすぐでしたね、今ね。ほぼほぼまっすぐです。まあ、当たればライジンということですけども、どうでしょう。お、来た！おほほほ、旗包みも入るんじゃないか、これ。来ましたね。うお、すげえ。今日一発目からいきなりライジング来ましたね。ここで取れたか。ほとんどブレないということか。すげえ。しかもですね、ウェアをもちろんね、ドバイ仕様にしてますんでね。あ、ナイスいただきました。そう、この間ガチャでね、揃えた。ありがとうございます。ドバイ仕様に今設定しておりますんでね。いや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 、来ましたね。今ね、ドバイ仕様に、前回のね、動画の通りですね、今現状ドバイのウェアに変えておりますんでね、まあそれに伴いね、ボールの能力値の設定も変えております。ドバイ超得意でね、1.2 倍になりますんで、今パワー値が961という風になっている状況です。そして、ドバイの流儀のおかげでね、今コントロール値が606まで来ておりますんでね、B++ というところまで来ております。インパクトも318C+ ですね。まで設定が上がっておりますが、まあ、パッドコントロールに関してはね、150という状況なんですよね。さ、セカンドホールやってまいりました。こちらですね。ここですね、3番アイアンまで下げて、祝砲で、この辺あたりを狙っていきます。まあ、こっちの方がね、セカンドが打ちやすいということなんですよね。で、ここで3番アイアンのマックス打ちで、まあ、今回ブレがありませんのでね、まあ、ほとんど、真ん中に止まるんじゃないかと、うん、いいですね。残り191ということです。さあ、つま先上がりになってますんでね、かなり右狙っていかなきゃいけない。さあ、なんとかね、ここをね、イーグルで上がりたいんですけどね。さあ、霊峰で7番アイアンで狙っていきます。さあ、ちょっとドキドキしております。もうこれにかかってます。なんでかと言いますとですね、パッドのブレは絶対出ちゃいますんでね、なるべくカップのそばにボールを落としたい、残したいということで、やばい、止まれ、止まれ、2.9m、 うわ、これ最初にね、フックが入り、その後スライスですよね。ちょっとフック多めに見るんですけども、ブレはもうね、わかんないですもんね。どうだ、あ、入れ、おぉ、よし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 。あぶね、ちょっと今左、まあでも今のフックのブレなのかな、ほとんどブレないっていう風に考えてもいいのかもしれませんが、ちょっと左に出る感じがするかなと。いうことです。まあ、右に左にね、どうぶれるかわからないですからね。まあ、こればっかりはということですが。はい。ひとまずね、5アンダーもこれで到達しましたね。まあ、次大きなミスをしない限りは、5アンダーではよほど上がれるんじゃないかなと思います。もちろんね、バーディーは取っていきますんでね、6アンダーもちろん取りたいんですけども、まあ、最後のショートもね、決してね、楽じゃないのでね。はい。まあ、ということで、今ね、インパクトの方にボールを19個ほど振ってるという状態で、318のインパクトですね。そしてコントロールは、ドバイの流儀のおかげで606ということで、500以上の、コントロール値にはなってるということで、ほとんどね、パッド以外のショットに関してはブレはないということなんですけどね。まあ、今回結局パッドの方が重要だということがね、感じてる方多いんじゃないかなと思いますけどね。まあ、パッドを500以上の能力にすることは、パッドコントロール値は上げれないですもんね。なのでね、まあ、ドバイの流儀で、200のコントロールアップなんですけど、パッドコントロールもね、せめて200アップしてもらえればなと思うんですけどね。まあ、それでもなかなかですよね。さ、問題のね、最後のホールに向かいます。さあ、ピンの位置はどうだ？まあ、
まあしょうがないですよね。だいぶ右にねキックしますんで、ブレはないと見てこのくらいで霊峰ですね。霊峰でライジングです。ライジングで狙っていきます。さあちょい弱め、あジャスミン失敗。拍手上がってますんでね。さああとはどんだけ残してしまうかですね。おし、おし、止まれ。あー止まらない。うわーほんと低反発が欲しいですね。また3メーターか。うわーフックなんですけどもね、上りのフックちょっと左にぶれた感じがさっきしたんでね、ちょっと多めに行きます。よし出せにした。どうだ。あーおっと狂った。入るのか入るのか。おっしゃ、あー取れた。6アンダー。よし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 、これでね、今13アンダーでしたので、2つ一気にスコアが上がりますんで、トータル15アンダーにこれでなりますね。もちろんもう一個ね5アンダーは取りますんでね、必ず取っていきますんで、トータル16アンダーまではね今週はいけそうな感じですね。まあ模擬東西戦のね西軍の足を引っ張ることにはよほどならないんじゃないかなとはちょっと思ってますけど、まだ木曜日ですからね。まあこの後ちょっとね集計した結果も、模擬東西戦の集計した結果もちょっとね中間報告としてこの後ね動画の方でねお見せしたいなと思うんですけどね。さあボーナスポイントどうでしょう。あ26,900、1位のボーナスが入りますと 28,000 ぐらいまでいくのかな。はい、お疲れちゃんです。 28,020 ですね。まあドバイ超得意で、まあボーナスポイントが上がってる割にはねそんな多くないのかなというところです。はい、順位が1901位の上昇の1522ということで、15アンダー 79,734 のボーナスポイントという状況でございますね。さあもうあと一つねスコアを上げればどうでしょうかね。まあ1000以内は難しいかもしれませんけど、まあ2000以内はね入れるっていう感じで今週終われそうかなというような、感じがしております。お、今のでアルバトロス50回達成だったんですね。これが速いスピードなのかどうかちょっと何とも言えませんけどね。さあ、ではね、模擬東西戦の、現状をねちょっと見ていきたいと思いますんでね。ちょっとねその辺はねサスケくんにね報告をしてもらおうかなと思いますね。さあサスケくんおりますかね。サスケくん了解。雪村呼び捨てかい。これが現状だ。はい、現状ね模擬東西戦の中間状況を見ていきたいと思います。令和元年10月の24日木曜日のね午前11時の段階の西軍東軍のね状況がこちらになります。西軍がですね、全部で24名の参加ですね。まあうちチームでの参加が22名、そして、ツイッターの方でのね参加表明が今2名という状況です。そして東軍がですね、全部で14名の参加ですね。うち2名がツイッターでの参加表明ということになっておりまして、まあ現状のねランキングがこのような状況というふうになっております。西軍にね、まあ参加していただく方がガッと増えたというような状況でねありがとうございます。そしてこちらがですねその現状の平均値ですね。西軍が、合計22名でランキングすべて達した状態割ることの22という計算の仕方ですね。今平均値です。それが、マイナス 15.591 アンダーということですね。逆に東軍は12名のランキングのね結果が出ておりまして、それのスコアの合計を12で割った数値が、まあ、ちょうど15アンダーということですね。はい、ということなんで今のところ西軍が、有利ということですね。まあまだね、ツイッター参加されている方は来週の月曜日の報告を待って最終的な結果が出るということなんですけどね。ボーナスポイントの方はね現状載せておりませんけども、最終的にはちょっとボーナスポイントの方もね月曜日の段階ではしっかりと計算をして、そちらの方のね勝敗がどうだったのかというのも見て、模擬東西戦を終了するという流れにしようかなと思います。まあそれでね、まあ今後の東西戦をどうするかっていうのをちょっと考えながら、あと皆さんのね、貴重なご意見も伺いながらですね、次回の東西戦、まあ、開催するかしないかも含めてね、検討していきたいなと思います。はい、明日からねちょっと出張なので、雪村チャンネルでの動画配信は、来週の月曜日までね、すいませんお休みということにさせていただきます。それでは今週1週間ねランキングトーナメント模擬東西戦も含めて楽しんでやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。雪村でした。